おはようございます。タイナです。僕は今、市場烏丸に来ています。今回ね、乗る列車はですね、阪急京都線のね、最速達は、ね、ないんですが、速達種別の特急に乗ってきたということで、動画をやっていきたいと思います。今回乗るね、特急ってのはね、昔、JR 西日本の化け物列車、新快速とね、張り合ってたぐらいね、早い列車だったんですが、やっぱね、新快速はね、あまりにも早すぎてね、負けてしまいました。ですので、昔はですね、停車駅が本当に少なかったんですが、今はですね、そういうスピード面での勝負ではなく、地域密着型の少し停車駅が多い列車となっています。本日はね、そんな歴史を持つ、阪急京都線の特急に、大阪梅田前に乗ってきたということで動画をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回乗る特急の停車駅が京都河原町、そして参る烏丸、そして桂、長岡天神、高槻市、茨城市、淡路、重曹、そして終点の大阪梅田となっています。結構ね、こう見ると停車駅は多いんですね。ということでやってきました。今回乗る特急の大阪梅田行き、今回は終点のね、大阪梅田まで乗っていきたいと思います。それではね、乗っていきたいと思います。烏丸を出発。このね、烏丸の次は、桂に停車いたします。しばらくはね、このように地上ではなく、地下区間をね、走行するんですね。結構ゆっくりなんですね。それでですね、西京極の手前でこのように地上へ出てきます。このね、地上に出てくるところもかなりね、ゆっくり走行していますね。西京極を通過。この辺りまで来るとね、かなり速くなるんですね。さすが特急と、いった感じがします。それでは、桂川を渡っていきます。この桂川は下流で淀川と合流して、大阪湾に注いでいるんですね。嵐山からの線と合流しました。ということでね、まもなく桂です。桂に到着。この駅でね、準急列車に接続します。結構ね、緩急接続バッチリ取れているんですね。さすが阪急です。桂を出発。この桂の次は長岡天神に停車いたします。この辺りの区間は高架橋になっているんですね。すごい直線ですね。なのでね、かなりね、スピードが速いんですね。すごい速いですね。前面展望も迫力があります。ガサイ口を通過。この辺りでね、高架橋は終わります。ここからね、地上を走る感じになるんですね。それにしてもね、すごい速いですね。スピードはね、約110キロちょっと、それぐらい出します。130キロ出す新快速よりは、まあ少し遅いかなと、いった感じがしますね。ということで、長岡天神に到着。ここではね、特に接続を取ったりとかはしないんですね。いや、本当にね、阪急の特急は早いですよ。東海道本線と並走します。たまにね、ここで新快速とね、並走したりとかっていうのもね、あるんですね。ということで、東海道本線と分かれていきます。ね、東海道本線と分かれたかと思ったらですね、今度は、新幹線と合流。ここから先ですね、しばらく
JR 東海の東海道新幹線と並走するといった区間になっていきます。すごいですね。でね、新幹線と並走するということだけあって線形はね本当にかなりいいんですね。すごい速いです。ということで新幹線とすれ違い、新幹線と通勤電車がねすれ違うって結構面白いですね。ということで東海道新幹線と分かれていきます。高槻市に到着。高槻という町はですね、大阪と京都のほぼ中間地点にあります。もともとは東海道線の新快速がね高槻を通過していたんですが、そのね新快速が高槻に止まったということで、このね阪急の特急の立ち位置はね大きく失われてしまうということになりました。それでですね淡路に到着。この淡路はねもう結構ね大阪の近くなんですね。この淡路を出るともう一気に大阪の街中だなという感じがします。左側にね分かれている線路、これはですね大阪メトロ堺筋線にね直通するための線路です。で今乗っているこのね特急は本線系統ということなので、大阪梅田方面このね線路をまっすぐ直進するんですね。でねこの淡路駅現在ね高架化工事真っ最中なんですね。すごい工事してる感じがありますね。ということで十三に到着。この十三駅はですね阪急神戸線、それから阪急宝塚線が合流するね阪急のターミナル駅なんですね。それでですねこの十三から終点の大阪梅田まではですね阪急神戸線、それから阪急京都線、それから宝塚線のこのね 3路線がですね複線ということで線路がね6本も並んでいるんですね。すごいねこの景色は圧巻ですよ。線路が6本ですよ。本当にねすごいです。ということでね関西を代表する側淀川を渡っていきます。右側にね見えている線路はですね順番に阪急宝塚線、そしてその隣が阪急神戸本線ということになっています。このね淀川を渡るとあっという間にね終点の大阪梅田に着くんですね。中津駅を通過。神戸線と宝塚線にはねホームがあるんですが、このね京都線にはね中津駅ホームがないんですね。なので自動的に通過ということになります。お忘れ物のないようご注意ください。出口は右側です。 Thank you for taking the Hankyu Railway. We are now arriving at Osaka Umeda Terminal, station number HK1.Please transfer here for the Hanshin, Subway, and JR lines. Please make sure you have all of your belongings with you. Please exit from the right side. ご乗車ありがとうございました。大阪梅田終点です。お忘れ物がないよう右側からお降りください。ご視聴ありがとうございました。